原レモさん、いいですね。やっぱり、いるも歩けば棒に当たると言いますけども、何かをすれば何かが起きるんですよね。その繰り返しが私たちを鍛えてくれてると思いませんか。だからね、いいことも悪いことも全部いいことなんですよ。で、何かね、逆風が起きることを恐れて何もしなければ何も起きないんですけども、それは本当にね、何も起きないんですよね。失敗っていうね、やり取りもしたと思いますし、他のいろんなね、マインドセット、いろいろ交換してきました。それが今、全部生きてくるんじゃないですか。で、私もね、なんかね、お金をプレゼントするっていうのは、いいような悪いような感じ、贈与とかになってくるんで、結構ね、これね、面倒なんですよ。人にお金をあげるっていうのは。法的にもね、いろんな規約的にも。そう思った時に、なんかプレゼントかなと。給付品という感じですよね。それこそ、なんかアマゾンの欲しいものリストの中から一つなんか買ってあげるみたいな感じで、商品そのものがその人のところに直接アマゾンから届くみたいなのも今できますしね。あとなんかメルカリで代わりに落札してそれをあげるみたいなのとかね、なんかそういうのを迷惑がかかんない形で、ああこれ欲しかったのみたいなね。金額じゃないと思うんですよ、それは。それこそ2000、3000のものがね、月に1回誰かにプレゼントされるっていうのもものすごくいいことじゃないですかね。で、肝心なのはね、花屋レモさん自身が無理してできなくなっちゃうってことなんですよ。本当にやった方もやってよかったにならないといけないと思いますし、これね、起きることなんですけども、プレゼント企画ってね、すごくね、嫌なことも起きるんですよ。これ私もね、散々今までね、いろんな形でプレゼント企画してきて、こんなね、理不尽なことが起きるのかみたいなことがあるんですよ。それはですね、プレゼントするじゃないですか。そしたらプレゼントに漏れた人がなんだ差別するのかって言って食ってかかってきたりね、結局期待持たしておいてもらえないじゃないかとかね、こういう人がね混じってくるんですよ。これはね結構きついっていうかね、これプレゼントなんで漏れる人がいるのしょうがないじゃないですかって言わせてもらえないですよね。で、全員平等にするべきだみたいな、これ出てくるんですよ。これもひどい話なんですけども、例えば特別定額給付金って一部の人に払うと不公平だって人が出てくるでしょ。あれがね、プレゼント企画にも来るんですよ。なんで一部の人にしか配らないんだと。視聴回数は自分たちも1を出してるんだから、こっちも何かくれとか言ってね、いやそれもひどいもんですよ。だからね、そういうね、妬みとかって特に、プレゼント企画に入ってきすぎるんですよね。だからそこに花屋レモさんが耐えられるのかってことなんですよ。そういうふうな不平不満を言う人はなくならないんで、そいつらを何とかしようって発想じゃなくて、もうそういうのも受け止めて、申し訳なかったです、私にはここが限界ですと、もう一人、今回はこの人だけでもう3人ぐらいがもう精一杯なんで、すいませんけども漏れる人が出るという前提でこれからも見てくださいみたいなね。だほとんどの人は当たりませんってこともね、言わないといけないかもしれないですね。それも繰り返し繰り返しで、自分は何回応募しても当たらないんだっていう不満も受け止めていかないといけないですしね。そういうところがね、あるんですよね。花屋レモさん、無理のないようにそこら辺も考えながらやってみていただければと思います。ある意味ね、発信っていうのはそういうふうな世の中の怒号にさらされることを自分で買って出るってことですから。だから安全を担保したまま発信者にはなれませんからね。ひどい人はかなり出てくると思います、これから。完全なる悪意で牙を剥いてくる人っていますからね。そういうのにも、いるんだなと思いながらやることじゃないですか。いろいろ起きますよ、これからもね。ということで、今日はこのぐらいですかね。ズームライブ、もうちょっと後で設定しますんでね。私もズームライブね、結構ね、控えてるんですよ。花屋レモさん、私が自分で持ちかけといて申し訳ないですけども、もうちょっと待ってくださいね。いってらっしゃい。